皆さんこんばんは。この度法務大臣拉致問題担当大臣を拝命いたしました柳田実でございます。どうぞよろしくお願いいたします。法務省は法秩序の維持と国民の権利の擁護を主としたる任務でございます。これは国民生活の基盤と非常に密接な関係もあり、重い役割だとそう思っております。私が初めて法務大臣、またこういう関係につくわけでありますので、常に国民の目線に立って、謙虚に、しかも柔軟な姿勢で、法務行政の先頭に立って、さまざまな問題を取り組んでいきたいと思っております。法務大臣就任にあたりまして、菅総理から2点について、ご指示を受けました。1点目は、国民にとって身近で充実した司法を目指し、司法制度改革を推進しろということでございました。そして2点目が、国民の人権を保障され、国民の人権が保障され、安心して暮らせる社会をつくるということを言われました。この中でも特に再犯防止の観点から、刑務所出所者等に対する就労支援の推進など、国民が安心して暮らせる社会の実現に向けて、主々取り組んでまいりたいと思っております。また、政府全体としての施策にございますように、新しい公共の理念を取り入れて、地域社会や民間の方々とより一層連携して、安全安心な社会の実現に邁進してまいりたいと思っております。また、前大臣でございました千葉大臣、いろいろと、議論を皆さんの前に提示したかと思っておりますけれども、このことも含めて、党のマニフェスト、いろいろ書かれております。このこともいろいろと新しい取り組みも含めながら、頑張っていきたいと思っております。次に、拉致問題担当大臣として、菅総理から言われたことは、国の責任において拉致問題の解決に取り組み、すべての拉致被害者の一刻も早い帰国に向けて全力を尽くすようにと。私は民主党の前、最初当選したとき、民社党でした。当時、大先輩に中井先生もいらっしゃいました。いろいろとご指導を賜っておりますんで、中井先生のお考えも十分聞かせてもらいながら、精一杯努力をしてまいりたいと思っております。特に中井大臣になりまして、拉致問題対策本部、いろいろと組織改正もしたというふうに、思っておりますんで、その体制の強化もしてまいりたいと思いますし、膠着した状態に拉致問題ございますんで、なんとか突破口を開いて、いろんな情報を収集しながら、全力で取り組んでまいりたいと思っております。北朝鮮は、いろいろと、最近、いろんな話が出ております。韓国の哨戒船撃沈の事件、それからキム・ジョンイル国防委員長の訪中、さらには44年ぶりの朝鮮労働党代表者会議を開催するといった動きもございます。こういった動きを考えながら、拉致被害者の家族の皆さんの高齢化、このことも考えますと、安全に一日も早く、帰国していただくように、最大限の努力するということが、私の最大の使命だろうと、そう思っております。これからも頑張ってまいりますんで、どうぞよろしくお願いをいたします。はい、ご質問どうぞ。はい、どうぞ。はい。はい。政権交代でですね、うん。はい。そうですね。ええ。はい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 。私は先ほども触れましたように、当選したとき、民社党でございまして、当時からこの拉致問題は、党を挙げて真剣に取り組んでおりました。
で当時党の職にいたのが荒木さんで、今代表されてますが、その当時からいろんな意見交換もしておりましたし、今でも年に 1,2 編会う機会もありますんで、そういった方々とのお話とか、また韓国の皆さんとのお話を通じていろんな情報を得ながら、頑張っていきたいと、私の最大限の目標は、まあ、いろんなことがあるかも分かりませんけれども、安全に一日も早く帰っていただくことに全力を挙げることだと、そう思っています。はい、すみません、あと1問でお願いします。はい、じゃあ。すみません、あ、いいですか。日本経済新聞の上松です。はい、死刑制度についてお伺いします。はい、かつて法務大臣を担った方の中には、死刑を執行されなかった方もいれば、はい、そうでなく粛々とされていった方もいらっしゃいますが、大臣、死刑制度についてどのようなお考えをお持ちでしょうか。それとあと、すでに法務省内には制度の存廃を、含めて議論するという省内勉強会があるわけですけれども、どのような方向性で運営されていこうつもりか、2点についてお伺いしたいです。はい、もう皆さんもよくお分かりのことだと思いますけれども、裁判所の判断を尊重しなければならないと、同時に法の定めるところに従って慎重かつ厳正に対処すべきだと、私はそう考えております。制度の廃止についてはですね、今いろいろと議論が始まっておりますし、その議論も見守りながら、あと国民の世論も、どういうふうなことになるのか、そういうことも見守りながらやっていきたいと思っております。で、省内にも勉強会がありますんで、その中で鋭意検討を進めていきたいと、そう考えております。はい、ありがとうございました。これで柳田大臣の記者会見を終わらせていただきます。